三浦透大将14年9月30日は明治時代に活動した日本の牧師である。日本キリスト教会の牧師として活動した。音楽家、農書弁治郎の義系、文部大臣を務めた政治家、長井道夫の祖父、民主党の政治家、鮫島宗明の祖,祖父である。1850年に沼津藩士、三浦千尋の息子として生まれる。 江戸に住み、フランス病法を学ぶが、後に英学を学ぶようになり、米国長老協会宣教師のクリストファー・カロザースに接触するようになる。その後に、スコットランドイチ長老協会の宣教師 RI、デイビッドスンの日本語教師になる。デイビッドスンと同居して、わずか10日後に、デイビッドスンより洗礼を受ける。その後、1875年5月に、 南小田原町三丁目の自宅をスコットランド一長老協会が設立した築地病院に提供する。1875年にスコットランド一長老協会が設立した女学校の日本人工主になる。1876年東京一新学校の第一期生として入学する。明治維新後、三浦の九州、水野忠隆が 数崎熊に転放された関係で、デイビッドスンと、重富龍太郎と共に、千葉県房総方面に電動旅行に出かけた。1883年の第3回全国キリスト神と大神牧会、三浦は最高列の左から二人目1879年に、東京一致神学校を卒業すると、2年前の1877年に、デイビッドスンが開拓した。 両国協会の最初の日本人牧師に就任する。1880年11月11日に脳書竜と結婚した。1883年5月、新栄協会で開催された第3回全国キリスト教神と大神牧会に幹部として参加する。1888年に三浦は両国協会を離れ、エドワード・ローゼー・ミラー宣教師夫妻と共に、 森岡伝道に乗り出した。森岡でミラーと共にハイデルベルク信仰問答を訳して出版する。1900年に入るとリウ夫人が排出のために静岡県三島に一家で天地療養することになり9月に森岡を離れた。1912年10月15日に森岡協会創立25周年記念が開催されてミラー宣教師と イブカカジノスケらとともに招かれる。長老、改革協会来日宣教師二百297ページ。長老、改革協会来日宣教師二百284から285ページ。守る武器みやび。52。長老、改革協会来日宣教師辞典105ページ。長老、改革協会来日宣教師辞典106ページ。ありがとうございます。